さあ、ということで、レクイエム・フォー・ザ・ブルー、デイ3、最終日か。はい、朝6時半。久々にすげえ深く眠れたな。ね、よかったわ。そのせいか、やけに体が軽い。脳を休めるってのも大事なのかもな。そんなことも久しく忘れていたぜ。すごいな、そんな生活をしてたんやな。機械みたいに非常に仕事に徹してきたからな。うん、なんか人間に戻ったみてえだ。ほう、いい朝だ。ほう、さあ、ということで、5時半。日曜日か。くそ、ダメだ。にやけちまう。うん。姉さん、顔がおかしいにゃ。今日くらいは浮かれてもいいだろ。うん。葵からプレゼントをもらった特別な日なんだからよ。なるほどね。あのお守りもらったんや。その気持ちはわかるにゃ。もも嬉しいにゃ。あの裏側ってあんまわからんかったからな。しかもプレゼントがお守りって。葵らしいプレゼントだよな。ニッコニコやないかい。私もあいつに何か返し。ああ。そやな。私は誰かに借りを作るとか嫌なんだよ。うん、だからお返しするだけで。無理に言い訳をする必要はないの。プレゼントをもらったからプレゼントを返すだけにゃ。せやな。でもプレゼントするって言ったって何をプレゼントしたらいいんだ、うん、葵なら何をあげても喜ぶにゃ。うん、やっぱり可愛い感じのがいいよな。あいつ可愛い顔してるし、多分そういうの似合うだろうし。今の姉さんが可愛いにゃ。まるで乙女なのに。そやな、もうプレゼントを考えてるってな。これでも乙女のつもりだ。いいな。殺し屋だけどにゃ。女の子が好きそうな可愛いもの。うん、シュシュ。ほう、シュシュとかいいんじゃないか。あいつが手にシュシュつけてたら可愛くないか。いや、絶対可愛いと思う。オタクみたいな口調なってるやん。姉さん、やはり乙女にゃん。素材はアイビーでどうだ。はいはい。花言葉は呪いにゃん。違うっつったろ。アイビーの花言葉は友情、不滅だ。葵に送るのにぴったりの花言葉にゃん、ね、めっちゃぽいな。ああ、可愛いし、お守りにもなりそうだ、うん、せっかくだから、他の 31B のみんなも誘ったらどうかにゃ。あ、なるほど。そうだな、そうすっか。言ってたよな。はぁ、 31B で仲良くやんねや。他の連中はどこにいんのかな。わ、いいな。さあ、探しに行きましょうか。まあそもそも手伝ってくれんのかどうかって話やけど。あ、ヒイラギ手伝ってや。おい、ヒイラギ、あのさ、うん、お金なら持ってないです。カツアゲじゃねえよ。ちょっと頼みたいことがあってな。全然仲良くなってないな。さっき、葵からお守りをもらっただろ。うん、そのお返しに、私らでお守り代わりのシュシュを作って葵にプレゼントしようかと思ってな。はいはい。私たちで隊長のですか。そうだ、あいつ自分のお守りは作ってないと思うから。あたしらで葵のお守りを作るんだ。確かにね。とってもいいと思います。あたしたちも協力します。お、あたしたち。葵の含めてね。みんなも手伝ってくれるよね。よかった。じゃあみんなで頑張ろうね。見えとるやないか。怖えだけだ、そいつらはいらねえ。な、百人力やな。あと二人だな。はい。とっとと見つけるにゃ。白子とね、樋口さん。お、どうしたんや。うちになんか用か。なんで喋れんねん。お前、部隊長と仲が悪いふりして、結構いいんじゃねえか。はあ？何抜かしとんねん。あいつと仲ええわけないや。あくまでもライバル関係。かやもりのことか。こ
関係こそが絆なんじゃねえか。私はそう思うぜ。そんな今更、実はええキャラでしたみたいなセリフを吐くなよ。脚本家がついとんのか思うやろ。本当だぜ、柄でもねえこと言っちまった。忘れてくれ。相川すごいな。あ、樋口。樋口、今時間あるか？どのような用かな？葵からもらったお守りのお返しに、はいはい、種子をみんなで作ろうと思ってさ、協力してくんねえかな？してくれんのかな？なぜ？お年のために頑張って作ってくれたんだぞ。手ぐらい貸せよ。お前、そんなキャラだったか？あ、そっちでおならいてんの？わかってるよ。柄じゃねえことぐらい。なんで手伝わなあかんねんの方じゃないんや。まあ、いいだろう。ただ一つ条件がある。なんだ？私が手伝う代わりに臨死体験の被験者となってほしいんだ。死を間近にしたものの感想を聞きたい。確かにヒイラギと会うんかもな。断る。なんか。ならば協力はできない。死と近いしな。あ、ま、いやちょっと待て。その件については保留って形ならどうだ？いいだろう。必ず果たしてもらうぞ。楽しみにしている。中ボスのキャンパー並みに怖えよ、お前。な、DP 一発で削ってきそうやな。あと一人にゃ。な、さっさと見つけちまおうぜ。まあ公園でしょう。あの公園にいそうやんな。もう右上のフラッグがそこを指してますが、行きましょうか。あ、ちょっと待って。喋れるやん。ん？珍しいな。ユッキー。他部隊のやつに話しかけられるなんて。うん、いや。なんかお前らの結束力ってさすがだなって言いたくて。確かにな、喧嘩なしやもんな。なんか結束力言うほどかな。いざこざなしよ。傍から見てると古くからの付き合いみたいに見えるぜ。せやな。同期だろ、あんたらと同じで出会ったばかりだよ。はあ。けどルカのおかげで濃厚な時間が過ごしてきてるかもな。なるほどな。なんかアクション起こしたりするからってことかな。私にはあんたのおかげに移るけどな。マジで？それ見てんなら報われる思いだぜ。まあ支えてるよな。大黒柱やで。白子はまあここやんな。お、いるね。よう、白子。ちょっと頼みたいことがあるんだ。なあ、目が優しそうな目してるな、白子。ハテナ使えてるな。葵からお守りをもらっただろうな。だからよ、うん、お守り代わりの種子をみんなで作ってお返ししようかって思ってんだ。まあオセロできるなら種子ぐらい作れるやん。おめえも協力してくれないか？お、いいのか？そうか、良さそうや。ありがとうよ。白子は葵と仲いいもんな。最高の種子、あいつにプレゼントしてやろうぜ。トラや。いや、いいな、白子も乗り気なんや。さあ、ということで3人ね、協力してもらって。それでシュシュとやらは何で作る気だ？うん、アイビーで作ろうと思ってる。アイビー？ツル性の植物なんだ。花言葉は友情と不滅。うん、お守りにはぴったりの花言葉だろ。割とロマンティックなんだな。うるせえ。だけどここら辺に生えてないんだ。そうなんや。なら他の人に聞いてみるのはどうかにゃ。誰かアイビーが生えてる場所を知ってるかもしれないにゃ。そうだな、聞き込みしてみっか。なるほど。お、お前も手伝ってくれるのか。助かるぜ。まず聞き込みなんや。さあ、ここ誰がいるんや。お、この人か。名前は存じ上げない。植物を探してるんだが、どこかで見たことないか？でも見たことあるな。それはどんな色をしてるんすか？石イロハかな。緑色の葉っぱで縁が白いツタだ。うん、緑色ってどんな風に見えるのかわからないです。植物なら何でもいいなら知ってるっすよ。いや、アイビーがいいんだよ。聞く相手間違ってないこれ。いや、全然なんか何の情報もなかったけど。さあ、こっちに誰かいるみたいやけど。お、菅やんやん。
すごいやん。アイビーって植物どこかで生えてなかったか。残念ですけど、はい、見た覚えがありませんわ。何に使うんですの？ちょっとお守りにしようと思ってんだ。そうなんすよ。でしたらデイジーなどいかが。とても可愛い花ですし、基地の中にも咲いていますわ。花言葉悪そうやな。いや、アイビーがいいんだよ。うん。あ、特に花言葉とかでもなく、普通にアイビーがいいんや。お、かやもり。かやもり知ってるか？なあ、アイビーって植物を。ん？いや、なんでもない。そこは聞いてよ。いや、アイビーがいいんだよ。知ってるかもしれないじゃん。結果知らないけどさ。この使い方されんねんな、主人公が。かやもりいいな。そりゃいちいちどこに何が生えてるとか覚えてるわけないよな。うん。さ、どうすりゃいいんだよ。いちごさん。お。どうかしましたか？ななみんやん。うん。いや、ちょっと困りごとがあってな。私は皆さんをサポートする士官です。お困りでしたらご相談に乗ります。いや、アイビーって植物を探してるんだけどよ。どこに生えてるかわからねえんだ。アイビーでしたら有明に生えていたと思います。はあ？有明？はい。私の記憶に間違いがなければ。有明。なんでそんなことを覚えてやがるんだ。でも助かったぜ。ありがとうよ。感謝ついでに、うん、今から私らを有明に行かせてくれねえか。それは許可できません。明日は作戦がありますから。なるほどね。だ、戦ったりしなあかんねん、有明は。知ってるよ。だから今必要なんだよ。今私らの部隊はやっと一つになろうとしてるんだ。有明に行くのはその総まとめになると言ってもいい。確かにな。そうですか。頼む。有明に行かせてくれ。そうしたら部隊としてさらに強くなれる。そこまで分かりました。ほう。少々お待ちください。行くことになるんやな。出撃を申請しました。緊急性、必要性を考慮するとのことです。特例ですが今から有明へ向かうことを許可します。本当か？いいんか。はい。準備ができ次第ヘリポートに集合してください。わかった。マジでオンに切る。ですが一つ条件があります。はいはい。もし危険な敵が出現したら、ね、直ちに帰還することです。この命令には絶対遵守でお願いします。まあ倒せるとは言ってもね。わかった。ガチ的やしな。さあ、まあじゃあなんかどっか行くってことかな。質問者たちにはリンネでヘリポートに集まるように連絡したし、基地の外に出るんだから。ほう。それなりに準備しねえとな。レベリングしてくれってことやな。わかりました。まあちょっといろいろレベリングしますか。さあ、ということでレベリングしてきました。正直ね、どれまで上げればいいかわからんかったんで、そこそこって感じなんですけど、以上これでいきたいと思います。よろしくお願いします。まあアイビーね、アイビー無事見つかるといいな。さあ、ということで向かっていきましょうか。さあ、ということで7時ですね。ああ、 31B のメンバーで、はいはい。ということでこんな感じですね。行きましょうか。さあ、まあダンジョン行ってアイビーを見つけるって感じか。すげえ静かだな。うん。夜だからというのもありますが、確かにね、この静けさは少し不気味な感じがします。幽霊連れてて不気味ってなんないよ。なんかお前が言うとすげえ意味深に聞こえんだけど。幽霊連れてる人の不気味は一番最上級じゃない。気にしないでください。皆さんに悪さはしないようなのでね。どこ見て喋ってんだてめえ。私はこっちだよ。気にしててもしょうがないな。今はとりあえず目的を達成するに。せやな。気になるわ。みんなで作ったお守り、隊長喜んでくれますか。いや、ほんまにそこね。葵なら何でも喜ぶ。単純なやつだからな。いや、なんかあんまりみんなで喋ってんの見たことなかったけど。お前、いい感じやん。なんだと思ってるんだよ。ほら、さっさと行くにゃ。いや、でもいい感じやな。へえ、いや、いいね、有明。さあ、進んでいきましょうか。さあ、ということで第一地点は到達みたいな。
はい、一応ね、回復薬がいい品から戦闘は避けてって感じでノーダメで来ました。ここのキャンサー弱すぎだね。っていうか一回も会ってないんよな。スモモさん、気を緩めたら危ないですよ。金色の経験値のやつしか会わんかったからマジでノーダメやったわ。逃げたし。でも確かに拍子抜けだな、うん。やばそうだったのは雰囲気だけど。お、白虎。うん、ほん。白虎まで遊んじゃってる。遊んでたい。おお、あの地面からはみ出してるのアイビーじゃねえか。にゃ、待て、それ以上は進まない方がいい。はい。なんでだよ、探してたもんが見つかったんだぞ。いちごさん、9時方向にキャンサーがいます。はいはい、どうせ雑魚だろう。フラグにしかなってね。姉さん、雑魚キャンサーじゃないにゃ。そんなキャンサー出てくんの？なにこれ、なにこれ。なんだよあのでけえキャンサー。なにこれ、面白い。死を体験するのにふさわしい相手じゃないか。いや見たこともないやばいやつ出てきてるって。待ってください、一度下がって様子を見ましょう。帰れ言われてたけどな、こういうの出たら。なんかあんなやつもいんねんな。あんなでかいキャンサーがいるなんて聞いてねえぞ。ちょ、キモかったな。さすがに準備が整ってないね。ああ、もうなんでこんなことになるんだよ、うん、目の前にアイビーがあるってのによ。あ、はいはい、あのナナミンかな。通信が、うん、31B 聞こえますか。はい、ああ、聞こえてるよ。皆さんがいる場所に強力なキャンサーが出現したことを確認しました。直ちに撤退してください。撤退ですか。まあね、仕方ないですよね。ルールとは言ってたけどな。そうにゃ、葵のためって言っても、うん、全員死んでしまったら元も子もないにゃ。このままここで死ぬのも一興だがな。命は大事にしましょう。確かに重みが違うって。わかりました、31B、はい、直ちに撤退を。ダメだ。おお。ダメだ、このままじゃ戻れねえ。でもお前らはこのまま帰っていいのか。私らのためにお守りを作ってくれたあいつにもらいっぱなしでいいのか、うん、私は嫌だぜ。葵のためにみんなでお守りを作るって決めたんだ。あいつだけ持っていない。葵自身のお守りを。確かにな。だから私はここに残る。どんなに危険でも死にそうでも私は葵にもらったもんを返すまでは帰れねえ。命令には絶対遵守と伝えたはずですよ。これは葵と一緒に前に進むための大切な贈り物なんだよ。スモモも残るにゃ。声が聞こえます。正しいと。なら私も残ります。ほんと厄介な奴らだ。私も残ってやるか。いや、樋口さんいいな。樋口さんもあるんやろな。結局全員残るのか。七瀬、どういうことな。それじゃ、まあ出てしまったらね、もう命令なんて従わんでええよ。まあ大丈夫だろ、私らが無事に帰りさえすれば。でも、まあ確かにね、このままじゃ無駄死にしちまう、うん、だから作戦を立てるぞ。作戦？葵みてえにうまくできるかわからねえけどな、はい、姉さんに任せるにゃ、うん、まず白虎が敵を引きつける、はいはい、それに引っかかったキャンサーを左右から私と樋口で撃つ。いきなり違う方向からの攻撃で混乱するだろうから、そこにスモモとヒイラギが強襲、さらに白虎と私らで追撃だ。なるほど、うん、少なからず勝機は見えるな。ほう、へえ。ででかキャンサー戦か。いや音楽ね、やっぱいいよな。さあ行くぜ、第一 B。 このカットインめっちゃ美人じゃない今。了解だ。
全員分の。さあ戦っていきましょうか。よろしくお願いします。いやまあ敵の強さよね、どんだけ強いか。倒せてくれ。さあ行きましょうか。何トツが得意、オッケー。いやなら良かったな。結構これでもっと違う。ちょっと待って、結構食らうな。なあーマジか、ピンポイントで。くっそ、おとなしくもうちょいレベリングするか。行くぜ。さあということで再戦いきましょうか。よろしくお願いいたします。まあ一応ね上げてきたは上げてきたんですけど、どんなもんかは分からん。あのね、その途中でダメージ食らった、それだけがちょっとねあれなんですけど、右のあー開封してるわ。まあよかったけど、よかったけど、よかったんやけどな。これうまくいけるかどうか。一応ねまあエンハンスとかでまあうちをね、ちゃうわ、トツをバンバン入れていくっていう方にはなるんですが、足りるかどうか。でもダメージは前より思ったより食らってないな。なんでこんなギリギリにしてしまうんやろうな。さあ戦っていきますか。白子は下げて必殺必殺で、一応多分イチゴが一番ダメージ出んのかな俺の中では。200ぐらい出てるわ。食らいますね。いやもう 1,2 発じゃない。まあ全員無事で帰りたい。わこれ必殺技押し付けて終わりですわ。しゃあいけんちゃう。2発ラスト、よーし。いやーよかったね。触れんねんやそれ。いやーまあまあまあこれでね、そうよアイビーゲットよ。実にいい死の危機を感じられたな。一回やばかったけどな。お前嬉しそうに言ってるけど、こんなに結束したのは初めてだ。なるほど。とりあえずこれで葵のお守りは作れそうだな。うん、で喜びたいところだが、帰ったら漏れなく七瀬と司令官からの説教が待ってんだよな。絶対あるな。明日本番やのにな。忘れてたんや。ね。なあ樋口、怒られない方法ねえか。頭いいんだろ。なんか妙案出せよ。これは避けれんな。全員で死ぬ。それで解決だ。殺し屋より怒られてやがる。もうここいやーいいね。潔く怒られ。なあ仲良くなってるね、結束力。まあ目的は果たせたんだし、うん、怒られるくらいクソくらいだよな。確かにね。司令官怒ったらボスクラスの検査より怖いって有名にゃ。そうなんや。マジか。大マジにゃ。あたしちょっと寄り道して帰るわ。じゃあ罪を重ねてるやん。ちょっと待つにゃ。一人で逃げるなんて許しません。死ぬ時はみんな一緒だ。白子も怒られんのかな。白子は許されそうやけどな。私らは、はいはい、これからだったんだ。うん、はい。お守りでつながって お互いを認め合って、 31B はこれから強くなっていくんだ。うん、そう思っていた。そんな未来を信じていた。なのに。ああそうなんや。これいいから。今度は漏れましたか。ああ
私ら生きてる。葵、あんたのおかげで。やった。全員無事だよ。だから、あんたも今から治療を受けて。それでまた元気になれっからさ。私ら、もうわがまま言ったり、迷惑かけたりしないからさ。ちゃんと命令も聞くにゃ。本当は、あんたの子好きだったんだ。シュシュも心を込めて作ったんだにゃ。だから、あんたと一緒に、これからも、いさせてくれよ。いさせてほしいにゃ。お願いにゃ。はい、ずっといますよ。離れてください。急を要します。バイタルの確認と意識レベルのチェック、急いで。呼吸音微弱、緊急搬送を。おい、待ってくれ。葵を連れて行かないでくれ。状態ですね。仕方ありません。前も言ったけどさ、マジでこれからやのになっていう。私らの気持ち、あとちょっとばかし届かなかったかな、うん、もっと丹精込めて作れば届いたのかもな。葵はいつも私らを守ろうと頑張ってくれたんだ。うん、まあでも届いてると思うけどな、最後な。なんであの時私は何もしてやれなかったんだ。くそ、もしかしたら私らが強くしちまったからあいつは死んじまったのかな。私らのせいで、あいつは。でも私らはあいつに前を向いてほしかった。過去に縛られず自分の意志でこれからは生きてほしかった。ただそれだけだったのによ。どうしてこうもうまくいかねえんだろうな。うん、
けねえ。何泣いてるんだ私は。おい、なんだよ。へえ。手握ってくれようとしてんのか。そんな体じゃ無理があるだろ。それはお前ほんと変なナービーだな。ほう。でもありがとな。ちょっとすっきりしたぜ。今日はお前だったからいいけどよ、こんな泣いてる姿葵には絶対見せらんねえな。もう心配させたくねえからな。そのシュシュお前にやるよ。話に付き合ってくれた礼だ。うん。なあナビ、いつかはさ私も死ぬだろう。うん。人間永遠に生きられるわけじゃねえんだからさ。でもその時が来るまで私は精一杯この世界を守ってみようと思うよ。葵が守りたいと思ったこの世界を。うん。はあ。イベントストーリーよ、これ。いやー、まず、なあ、もう、この。正直ね、葵のこれ見てね、絆も見ようと思ってんけどさ、見れへんのよね。ちょっとな、今は見れんなって感じで、絆とかもね、あれやったんですけど、イベントやんな、これが。これで強すぎるな。いやまあでもね、そうなんよな。やっぱりこの一人のね、その死からこう変わっていく感じがな、あれやねんけど、やっぱな、辛いよな。まあそのいちごはこれからね進んでいくわけやけど、ということで、イベントストーリー、レクイエム・フォー・ザ・ブルーは、これにて終了させていただきたいと思います。お疲れ様でした。